考えてねえんだよ。やってるだけ、時間を過ごしてるだけ。誰かの真似をしてまずそれを突き詰めていく、バカみたいに毎日やる。古藤先生といえば、あの当該施術が代名詞かと思うんですけども、この主義がどうやって生まれたのかということを少し短めにストーリーがてらお話しいただこうかと思います。まあ、まず主義が生まれるといっても突然パッと生まれる人もいれば、まあ努力をしつつ積み上げていく先生もいらっしゃるかと思います。そこで一つ目のご質問は、治療科駆け出し、施術科駆け出しの頃はどんなことをされていたかということですね。駆け出しの頃ってもうとにかく僕もセミナー行ってたし、そこでしかさ技術を仕入れられないわけよ。今ほどネットで情報もないから、自分で本を買うか人伝いに聞いたセミナーに行くかも2つしかない。自分で開発してるなんてのはやっぱ無理よ。でそれはたくさんの基礎を学んでいったその先に技術っていうのがあると僕は思っているので、駆け出しの頃こそ誰かに教えてもらう、それがどんな世界観であれいいと思うんだよね。本当にスポンジのごとく最初は全てを吸収していくと思うので、自分より先んじてる人にね習うということ、これがなんか一番大事だったような気がします。でこれだね、当時はどんなことを勉強研究していきましたかっていうのは、まあ、僕のね最初の師匠がナウアンドゼンっていうね関節のテクニック、あれを一生懸命やってる先生だったので、とにかくその勉強しかしてなかった。関節の勉強しかしてなかった。僕が、ね、バイトで月給8万9万の頃にも月に2回勉強会行って、とにかくノートに書きまくって体に焼き付けながらその6時間ぐらいを過ごしてっていうことの繰り返しでね、おばから借りた100万を使ったわけですよ。やっぱり一本ねこう大きな太い幹を作るとどんどん枝葉がつけられるようになる。幹がないやつは枝葉つけようとしたって倒れちゃうし、だいたいつかないですよ。根っこが痩せてんだもんだって。だからまず目に見えない根っこのところをとにかく太く広くいかないと、そこがいけば枝葉もついてきてすごいね立派な木になるんですけど、みんな根っこ生やすのめんどくさくてさ、上ばっかり、現代の杉の山と一緒じゃない、すっかすかの山が出来上がるわけですよ。でそれがすっかすかの山にさ雨が降るとさ根っこ張ってないからさ全部軸ゼロ起こすじゃん。だから施術家も災害が起こってるんですよ。だからこれからなんか基礎シリーズみたいな先生とブッキングした方がいいんじゃないかなっていう感じはしますけどね。そしてまあ趣味が生まれた瞬間は何かひらめきありましたかって、これねもう正直ひらめきしかないので、今ある技術っていうものが必ず通用しない相手が出てくる。あれって前の成功体験をもとにね、他の人の成功体験をもとに施術してもなんかねパチッと来ねえなみたいな、必ずやってくるんですよ。でその時に基礎ができてると、あらゆる僕の場合あらゆる関節を触る、筋肉を触る、こう観察するみたいなことをすると、ここなんじゃないかなというまずひらめき、それはたくさん数を見てないと無理なひらめきなんですよ。でひらめきってみんな一瞬だと思ってるんだけど、それは一瞬なんですよ。あこれはここがこうなってるから、じゃあやったことない角度だけどこうやって押してみようかなとか、こうやってちょっとねじりながら施術しようかなっていう感じで僕の技は一瞬で生まれるんです。だからそれが一瞬で生まれるというのは、いい、生まれたのはその前の僕のキャリア25年プラス1秒なんですよ。そこでしか技は生まれないから、1年前に始めた人が1年と1秒で作った技と、僕は25年かけて積んできた基礎プラス1秒では多分深さが違うと思うんだよね。だからそこでやっぱりキャリアが必要なのはそういうこともあるんじゃないかなって。だからキャリアが必要ってことは、みんなが安全安心にね仕事をずっと続けられた上でのその1秒なんでね、クレームがあったとしても時間がかかったとしても技術をしっかりと計算してねいくっていうこと、なんかそれが僕はすごく大事じゃないかなって。でその瞬間にやっぱり本当ひらめきで生まれるだけです。でも覚えておいてほしいのは25年プラス1秒ってこと、でこれ主義を生み出してからどれくらい練習して結果を出しましたかっていう、これもなんかねよく以前聞かれたんだけれども、多分答え聞いたことある人がいると思う。俺練習は全くしないから。っていうのも僕は一人サロンです。誰も練習相手いないんですよ。やらないけれども、やはりさっきと答え似てるかも。僕のこの25年のキャリアが手を勝手に動かさせます。だから練習しなくてもまた再現は僕の中だけではできる、っていう全く参考にならないことで、で自分の主義があるということね、施術の型となる主義があることは良いことか、これは皆さんどう思いますか。
自分の主義がありますって言いたくない？なんかあんま反応ないんだけど。あとまあ施術の型となる主義っていうのは多分僕がみんなにシェアしてることだと思うんだよね。それはなんか僕が長年やってきて、言葉だけど手っ取り早いかなとか効率いいなっていうものをそのまんま教えてるから、僕があれこれ悩んでいたあの時間を経ずにみんなにはいきなりいいものを僕出してると思うんですよ。だからそういう施術の型っていうのを一回はどっかで学んでほしいかなと思う。よく言うじゃん、型がない人は型破りになれないって。型も破ることすらできない。だから一回誰かの真似をするっていうフェーズはすごく大事だと思う。そこを大事にしなかった人はもう究極の独自路線だね。それで自己満の世界に陥って、もしかすると治せない施術家になってる可能性もあるよね。だから僕もそうだったように、誰かの真似をしてまずそれを突き詰めていく。バカみたいに毎日やる。俺それ本当何年も同じことだった。関節1から10まで全く一緒、順番も一緒だった。どんな症状でも順番一緒、おかしいでしょ。でもその歴史があるから今自由にやれてる。型を破ることができました。だからまず施術の型っていうのは絶対必要かなと思います。で、自分の主義っていうのは、ごめんまたプロレスの話なんだけどさ、もう何回だろうね。自分の売りの得意技すらないレスラーは客呼べません。試合が成立しません。この技はあいつにしかできない、もしくは同じ技なんだけどあの人は切れ味が違うって言われないと金は発生しないんですよ。それはね、なんかこの話に通じるよね。あの人しかできないあの切れ味、それは多分僕にとって当該の施術だったりしたのかなっていうのね、自分の施術の人生を振り返ると思うんです。それが自分の主義と堂々と言えるところだから、ないよりはあった方がいいのかな。っていうか、ないやつは食えねえんじゃねえか。頑張って作ってください、自分の主義を。で、今後も新たな主義を生み出す可能性はってあるけど、こんなの毎日ですよ。なんかやっぱ1日少なくとも6人多いと10人毎日ね、それだけやってると昔みたいにハンデを押した施術っていうのやってんのに飽きちゃうから、探していく。こっちから、あ、今日どこ悪いのかなって喋りながら笑わせながら探していって、あ、今日はここ狙おうみたいなね感じでやっていくわけですよ。だから二度と同じ施術ができない。前回なんかめちゃめちゃ結果良かったんだけど、俺何やったんだっけな前回って思い出せない時も多々ある、これ結構あるあるなんですけどね。僕が若かりし頃すごくできる先生に、いつも先生って難しい人どうやって直すんですか、前やったこと覚えてるんですか、いや、いい施術した時こそ忘れちゃうね、何やったかって言ったけど、今その気持ちはすごいよく分かるんでね。今の実力でね、僕の実力で来た人全員なぎ倒せるかって言ったら、それは無理なんだよね。解決はできないです。だからそれをなるべく 100% に近い値にするために、日々同じことを繰り返したのかなと思う。同じことを繰り返してると自分の体に染み込むし、自分の経験したことない体に対峙した時にまず度胸ができる。それから対処法がなんとなくなんだけど分かるんですよ、どっから攻めていっていいのかぐらいはなんとなくこう分かるので、そういったものを生むためにね、毎日人の体を触ってんのかなと思います。それをやってる限りどんどん新しい主義っていうのができてくると思う。これもね、持論があるんだけど、何かがあってそれを真上から押すのと角度が一度違うところから押すのではもう違う技術なんですよ、これは。だ、そう考えると皆さんも日々多分新しい技術生んでんじゃないですか。同じ筋肉を押してても、こっちじゃない、あ、こっちだな、これ新しい技術よ、というふうに僕は思ってます。はい、すいません、ちょっと最後追加でいいですか。はい、まあ、今日々ひらめきがあり、日々主義が生まれているということなんですけども、はいはい、そのひらめきや日々生まれている主義、あ、これいいじゃん、気づけない人が圧倒的に多いんじゃないかなと思うんですけど、それを自分でやっぱり気がつくためにどんな力を身につければいいですか。考えてねえんだよ。考えてないの。自分のやってることが何かを及ぼしてるかっていうことに全く気がついてない、その自覚がない人、自覚が足りない人だね。人の体を触らせてもらってるということ、お金をいただいてるということ、その意識がねえんじゃないかな、また来てほしいっていうのもなんかいいんだな、商売だけどね、体が悪くなってほしいわけじゃないんだけど、まあ、また来てほしいじゃない、やっぱり。で、その人がさ健康になっていけばいいわけで、習ったことだけ何も考えずにやってるだけ、時間を過ごしてるだけ。我々は時間だけの単価で仕事してたら持たないよ。
次から次から新規を読まないとダメになっちゃうじゃん。だそういう中でその一歩先を考えてその方のことを思えばこそ新しい技術ってのができると思うんだよね。たださっきも言ったようにその根幹にはちゃんと根が張るような基礎がないと何も生まれないから、これを見てる先生たち基礎を学びましょう、うん、解剖学の本見て関節筋肉を勉強して、あとコミュニケーション術とかも勉強してちゃんとした基礎をね得た上で施術につなげてほしいなと思います。そしたら気がつかないわけがない、ひらめかないわけがないから頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい。